木稔谷ゆうタは、日本の競争場生産牧場ノーザンファームのスタッフで、現在はノーザンファーム店への馬長。東京都出身。一部マスメディアでは、君谷ゆうタとも表記される。国学院大学久我山高等学校を経て、東京農工大学に進学。大学在学中は、馬術部に所属し、首相を務めていた。大学卒業後の2003年から、 ノーザンファーム空港牧場に勤務し、同年12月からは山本トレーニングセンターへ移動した。2011年10月からノーザンファーム天営に移り、2015年から馬長を務めている。ノーザンファーム天営の利用場の躍進に伴い、テレビの競馬番組などのメディア出演に増加している。2019年の第98回外線にのフィエルマンと ブラストワンピースが出走した際には、4月から英国及びフランスを視察し、英国、ニューマーケットから直前にフランス入りする臨戦過程を選択するなど、両馬の調整を主導する立場を担った。ノーザンファーム店営を拠点としながら、火曜日の昼から水曜日は、ミホトレーニングセンターに滞在し、土日は競馬場に赴いている。調教では、自ら馬にまたがる日もある。 日頃は調教師や場所からの電話が頻繁になり、調教スタッフからの無線にも対応する。夏場は朝4時半から業務を開始し、調教を終えた後も夕方まで馬の状態チェックや事務仕事をこなす。不定休という多忙な生活を送っているが、大変だと思うことって自分のやりたくない仕事じゃないですか。僕自身が馬に乗ったり、馬を見ることが好きだから、 全然苦じゃないですねと語っている。ノーザンファーム店営に、在馬やする数百頭の競争馬の決闘や成績に、加え、次に目標としているレースなどのデータを全て頭に入れている。趣味は野球観戦。東北楽天ゴールデンイーグルスの大ファンである。ありがとうございます。